では次実際に、ロッドにリールをこうくっつけまして、でよいしょ、必ずこのね、このロール、このベアリングのところに、通してあげた状態で、ドラグの設定はもう進んどるわけですから、こいつを起こします。ベールね、この状態ね、この状態からベールを起こしてあげます。そしたらもうフリーで出る状態になるんで、まあ、この状態から、このね、糸の先っぽを持ってこのガイドに通していくんですよ、竿の。今ちょっと場所が狭いから2個しか通さんけど、これ先っぽまで通したら、この後ルアーをつながなきゃいけません、必要な長さが取れたらこれを閉じる。そしたらピンと張る。これに、ルアーをつけなくちゃいけません、まあ、ルアーっていうのは、まあ、管理釣り場で言ったらスプーンって言われる、ものですね、まあ、そいつをちょっとお見せする前に、まずその、そうだな、見せた方が早いか。こんな感じで、スプーンがいっぱいあります。これがあのスプーンと言われる、管理釣り場なんかでよう使われる、ルアーの一つです、これあの丸い形でこれ穴開いとって、ここにあの針がつながってます、でこいつをこうつなげてあげなあかんのわけよ、糸とスプーンをね。直結するのもいいんだけど、直結すると、まあ、擦れて、糸がダメになるし、あとは動きも悪くなったりするから、1枚ね、あの、噛ませてあげなくちゃいけないんですよ、ちゃんと動くように。じゃあ何を噛ませるんじゃいっていう話になった時に、こういうのが出てきます。スナップ、スナップと言われるものが出てきます。ちょっと自分のやつはね、海のやつから転用しようから大きいんだけどね、このスナップっていうのをね、この糸につないで、でその先にスプーンをつなげるって感じですね。大きさで言ったらそうだな、だいたい、ちっちゃい本当に 0.8 とか 1.2 くらいまで使うんだったら、シャープ00っていうやつがちょうどいいと思います、で、3g とかとかそこら辺まで使うんだったら、シャープ、そうだな、シャープ0くらいがおすすめです。あとはまあちょっと大きかったら1とかでも全然 OK です。シャープ1みたいな、こいつ 1.5 なんですよ、ちょっと大きくてもこいつをつなげなきゃいけないんですけど、つなげ方として、一番簡単な方法をやります。簡単でちゃんと強度も出るやつ。はい、それではですね、まあこれとスナップに見立てたこのリングとこの糸を使って、ダブルクリンチノットっていうのをちょっとご紹介したいなと思います。はい、やり方はすごく簡単です。まずはこのリングに対して、糸を1回中に通します。ちょっとこのヒゲの部分というかこの先の部分はちょっと長めに取っておきましょう、やりやすくなるんでね。で、こうなりました。でもう1回これを通します。これをもう一度通します。この時に、糸がこうね、このクロスしないように、例えばそうだな、糸を2回通した時にこんな感じで糸がクロスしないように、こんな感じで糸がクロスしないように注意しましょう。これクロスしてしまうと、ここの部分がね、こう擦れてしまって、すごい、結び目の強度っていうのがものすごく落ちます。はい、でこれを気にしながら、でここ真ん中一回通したところに輪っかができると思います。ここね、通したところ、この輪っかの部分をちょっと余分に取っておきましょう。はい、でこの輪っかの部分をこの左手でこう押さえまして、このね、輪っかが崩れないように、で、この余ったところ、この上のこの本線の部分ねに、これを通します。これを通すというか回転させ、巻きつけます。1回2回3回4回くらい巻きつけまして、はい、でこの巻きつけた後、この先っぽをこのさっき左手で押さえとった穴に通します。
ここら辺ちょっとぐちゃぐちゃにならんようにね、気をつけながら。で、これ穴を一回、こうね、二重になっとるこの穴に通して、で、このまま、スルスルっと引っ張っていきます。ちょっとこの糸は太いんで、まあ、滑りに、場合は、唾液なんかで、ちょっと濡らしてあげて、で、これをスルスルっと引っ張っていきます。この時も糸が重なったりね、いろんなことにならないように気をつけましょう。で、こうスルスルっと引っ張っていきます。で、このひの部分もちょっと引っ張っていきましょう。そう、こことここ、両方グッと引っ張る。もしもあれだったら、口に加えて、グッと引っ張る。これをグーッと引っ張って、ね、こんな感じで隙間がちょっと空いてるの分かります？分かるかな？ここ真ん中のとこね。ここここ、そうそうそう、ここここ。こういうのを全部詰めれるようにね、ぐっと引っ張っていきましょう。ぐーっと。こんな感じで、これで、余計な部分を切ってもらえれば完成です。ね、これで完成。これすごく簡単です。で、こいつにさっき見せたような何でもいいなスプーンをつけてあげます、うん、こんな感じ。これで準備は OK です、うん、で、これから、実調というか実調まではいかんかな、もしかしたら、うん、で、投げ方とか、うん、誘い方みたいな、ああいうのをいろいろ次の動画で解説したいと思います。